たか。俺の残飯はもう畜生どもの餌にでもなっちまったのか。だがそんなはずはねえ。残飯の匂いはまだこの近くから。くっそあ、どこのどいつだ。俺の残飯持ち逃げした命知らずの野郎は。豚、喋る豚が現れた。誰が豚だ、この豚野郎だま。さてはてめえらだな。俺の残飯奪った犯人は。お前の？違う、俺たちのものだ。そうかい、おとなしく渡すつもりはないってんだな。覚悟はできてんだろうな。とっとと片付けるぜ。ほら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 その調
怒らしめてちょうだい。冒険の基本だからね。
すればいいんだね。これを装備すればいいのか？これを装備すればいいのか？これを装備すればいいのか？久しいな、七つの大罪。王国を追われた大罪人は何の目的でやってきた？エリザベスを返して！何のことだ？やっぱり王女を追って。しかしどこからどう現れた？自分の置かれた立場が分かっていないようだな。俺がやる。身動きの取れないデカブツ相手に上位聖騎士さんが動くまでもないでしょ。これが神器によって引き出された奴らの力だ。お前たちが太刀打ちできる相手ではない。ふざけるな。俺たちだって同じ聖騎士だ。我らを前に一歩も退く。その戦いぶりと勇気は称える。それでこそ我らの敵にふさわしい七つの大罪ディアンヌ。貴様の死を聖戦の幕開けの鐘を鳴らそう。エリザベスを、僕の友達を返して。僕の力を見せてあげる。始めるぞ。
久しいな。七つの大罪、王国を追われた大罪。僕の力を見エルブラ、ディアンヌはしきりに王女を返せと言っていたようだ。王女は今リオネスにいるのだ。さあ、巨人の娘の勘違いじゃないんですかね。ディアンヌが町の方に。僕は約束したんだ、エリザベスと。団長、これはディアンヌの魔力だ。なんでオートにいるんだよ。だがこの魔力は確実に彼女のものだ。どうするよ団長。俺が行こう。団長は王女の救出を最優先してくれ。確かめてみるか。準備はいいかい。ああ、忘れ物。そろそろシャーキ出発。それではおっ、できてるな。
町を破壊して歩く巨人、絵になるよね。って、壊してるのはヘルブラム卿じゃないですか。演出だよ、演出。一体どういうおつもりですか。なぜこのような真似を。なぜって、ちょっと考えりゃわかるでしょ。聖騎士という正義を立てるには七つの大罪という凶悪が必要なんだよ。キイラお姉ちゃん、危ない。ジール、こっちに来ちゃダメ。ジール、僕を助けてくれたの。あり、どうやらここまでのようだ。そろそろとどめを刺してやる。何の真似だ、ハウザー。あんた昔俺に言いましたよね。てめえの力はてめえが正しいと思う時だけに使えと。今がその時なんすよ。お前一人で我々の相手を。いいえ、二人です。ギーラタン、チミまで歯向かうつもり。彼女が守ってくれなければ、弟あなたの手で死んでいた。あ、そう、実に愚かだね。さあ、いつでもどうぞ。どっからでもかかってこいよ。さて、暴れちゃおっかに。さあ、始めようか。奇跡のコンビとはいえ、いい線いってたよ。とはいえ、所詮はつけ焼き場。私のフルパワーの魔力でこの程度のダメージなの。やっぱりギルのやつもほとんどダメージを受けてね。これ以上続けようと無駄だ。お前たちに勝機はない。
たとえそうだとしてもここで背を見せるわけにはいかねえんだよ。再建確かめてみよう。準備はできているな。厳しい戦いになりそうだ。王国聖騎士とあろう者が大罪人を背にかばい、この私に剣を向けるつもりか。二人とも今すぐこちらへ戻る。ならばこの愚行なかったことにしてやる。私がフルパワーの魔力でも全くの無傷だなんて。 あなたは一体の文様、まさか。そのまさか、七つの大罪、ゴートシン、ゴーセル、三条。あれが。リアンヌをかばって戦ってくれたこと、礼を言うぞ、ギーラ。ドレファスとの戦いの後、ディアンヌは疲弊した体でお前の弟をかばい倒れた。そんなディアンヌを守ろうとお前とハウザーの二人はドレファスに抵抗。ここ数分の記憶から状況は全て把握した。ドレファス、お前を全力で倒す。それはこちらも同じだ。全力で倒す。本気でいきます。始めるぞ。さて暴れちゃおっかに。はっ、いや、はっ、いくし、はっ、いくし、はっ、いくし、はっ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 、ダンス、いや、せや、行く。ちょっと、こんな場所で暴れないで。ライトネアテラー、ほっ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 、何をなさるんじゃ、セキシス。ライトネアテラー、変換、アゴク。大丈夫ですか。アゴク、完全勝利。キュピーン。こんなものですか。ずいぶんあっけないですね。どうで、あくまだ。ドレファス、俺はもう行く。だがお前は悪魔から目覚めることはない。誰だお前。どうなってる。二人の動きがピタリと止まった。残念だなゴーサ、戻ってこれたのは私のよう。そして再び貴様に会うことはもうあるまい。ドレファス殿、私としたことが思ったよりもダメージが大きかったよ。
ヘルブラム卿、残りの掃除はお前に任せる。よい。最近の。気を引き締めていこう。さて、ドレファス殿は撤退して、残っているのは俺っち一人。混戦じゃなくなったってことはさ、好き放題できるってことを。忘れかに。ハウザー、この子を連れて逃げて。ジール。ざっけんな。またそうやってお前は、みんなことばかり。少しはてめえのこと考えやがれ。しぶとい巨人だ。でもこれで終わり。バーハハイ。これはこれは妖精王だ。ちと遅すぎたね。元の姿に戻れよ。そんな姿じゃ本当の魔力は出せないだろ。ヘルブラム、700年前、君と交わした約束、ここで果たそう。あれがヘルブラム卿だと。ヘルブラム、君に理解しろとは言わない。彼女がオイラにとってどれほど大切な存在か、君にだってわかるだろう。大切なものを失う心の痛みが。なら君にわかるか、目の前で大切なものを壊される痛みが。本気になる必要がありそうだね。それじゃあ行ってみようか。ハウザー、よっ、えい、はぁ、くらえ、よっ、まだまだ、ハンドルビー、くそ、くそ、よっ、この程度で。えい、やあ、やあ、バンドルビー、こっちからほらほら、終わりだ。よっ、そこだ、ハウザー、こいつでどうだ。君だらけのやつは完璧。えい、ああ、まだ続けるつもりか、ヘルブラム。700年経った今もまだ人間を滅ぼしたいと思っているのか。まだじゃない。もう止まれないんだよ。もういいんだ、もう休んでいいんだ。いや
久しぶり、ハーレクイーン。その兜、君へのプレゼントなんだよ。君なら気に入ってくれるかと思って人間にもらったんだけど、でも俺っちもバカだね。よく見たらセンスのかけらもない。そうだよ、君は本当にバカだ。一つ聞かせてくれないか。俺にはどうしてもあんたたちが王国転覆を企んでいるとは思えねえ。だとしたら突然王国に乗り込んできた理由は何だ。さらわれたエリザベス王女を救うためさ。さらわれた？まさかエリザベスは今王国に。最近だよね、あの話。確かめるとさ。ヘンドリクセン殿、こちらもそろそろ決着をつけますか。威勢だけは立派な王、アーサー・ペンドル。しばらく見ねえうちに物騒な魔力を身につけたもんだな。久しいですな、七つの大罪団長殿。あら、面白いお客さんを相手にしているわね。私の可愛いナイトも送ってあげる。悪いな兄ちゃん、すまねえがちょっと手を貸してくれるか。はい、喜んで。私はアーサー・ペンドラゴンと申します。あなたのことは昔から存じ上げています。話はことが済んでからにするか。さーて、この間の続きをするか。ギルボ、言っておくが手加減しねえぜ。今一度言おう。今の私は七つの大罪の誰よりも強い。わかった、蹴りをつけるか。蹴りをつけるぞ。覚悟はいいですか。さあ始めようか。始めるぞ。あの聖騎士を懲らしめてくれよ。食らうかよ。
からなかなかやるな。ヘンドリクセンの蹴りをつけるぞ。
かやるな。一旦下がって。ヘンドリック。ケリオス。娘さんの顔、どっかで見たような気が。まさか王女様。ねえギル、いつも穏やかで優しかったあなた、あなたは幼い頃一生私を守り続けると誓ってくれた。それがあなたを苦しめる呪縛になるとも知らず、10年も私のために自分を偽り、心を傷つけ、そして今、最も慕う人を傷つけようとしている。お願い、どうかもう私から解放されて、どうかあなたの英雄を裏切らないで。見えた。死ね。あなたは俺を長き呪縛から解き放ってくれた英雄メリオダス。許さんだ、裏切りおったな。裏切ってなどいない。
俺は花からお前たちの仲間ではないのだから。メリオダス、あとは俺に任せてください。父を殺した男に復讐するこの時をどれほど待ち望んだことか。俺の怒りを受け取れ。私は見たのです。10年前の王国誕生祭の朝、ドレファスとヘンドリクセンの2人が共謀し、ザラトラスを殺す、あるべくもない場面も。そしてそのことを怖くてたまらずギルに伝えました。でもそこにヴィヴィアンが居合わせていて、ギルは私を守るために彼女の言いなりになったのです。王女マーガレットを人質にしていたこと、そしてギルサンダーともども使い魔が二人を監視していたこと、なぜ？いつから気づいていたの？白夢の森で再会した時さ。ギルボーはてめえの命惜しさに正義を曲げる男じゃねえ。あいつが白夢の森でまじないを口にしたとき、行動の一切を監視され誰かを人質に取られていることが分かった。初めから分かっていたなんて嘘よ。本気で戦っていたくせに。ギルボーが好きな女のため命を張ってんだ。俺も命を張るのが男の友情ってもんさ。よう、アーサー、無事だったか？しかし、まさかアーサーと一緒だったとはな。七つの大罪、ボアシン、マーリン。久しいな、団長殿。何を泣いている。まだ何も終わってなどいない。地獄の宴はこれからだ。メメザメメザメメのマザ、血を目覚めるのだ。内側からどす黒い魔力が溢れてくるこの感じ。ギーラたち、何が起こっているの？多分彼女たち新世代に入った魔人の血が暴走を始めたんだ。いや、暴走させられてる。最近最近気になる話。準備はできているな。覚悟決めろよ。世代に入った魔人の血が暴走を始めたんだ。いや、暴走させられてる。まだ生きていたのか、ヘンドリクセン。ホーク、俺をエリザベスのところまで連れて行ってくれ。奴はおそらくマーリンの館にいる。師匠、団長を頼む。言われるまでも、俺はこいつのダチだからな。
ったら突っ込んでろ。してやる。覚悟はいいんだろうな。本気になる必要がありそうだね。ねえ、バンドルビー。うら。気を抜かないようにね。こっちから行くよ。ねえ、行け。うら。力払う。あいつらを倒せるのか。渡り合って。怖さなくね。チッカルハット、いけ。7つの大罪って、これで聖騎士のてめえは死んだ。悪く思うな、ジェリコ。ギーラ、君はもう平気なの？ええ、何も問題はありません。じゃあみんなで今すぐ団長とエリザベスの援護に行こう。オイラとバンは王都中の新世代を一掃し次第合流するよ。じゃねえぞ。誰に物を言ってるのさ。ソーイ7ヘンドリクセン聖騎士長だ。確かめた方が良さそうだな。だか、エリザベスを返してもらうぜ。エリザベス、すぐに終わらせる。ホーク、頼めるか。お、おい、スピーディーかつセーフティーに運ぶぜ。よし、行け。さてと、悲劇の幕引きといくか。いいや、悲劇の幕開けだろ。
蹴りをつけるぞ。相手をしてやるか。甘いな。食らうかよ。やってくれたな。調子に乗るなよ。死に陸戦のやつはどうやらさらに地下空洞があるようだ。よっ、ヘンディちゃん、隠れてねえで出てこいや。私はここだ。団長、奥に何かいる。私は耐えられる体を求めていた。赤き魔人の血と違い、こいつの血の反応には人間は無論どんな生物も耐えられないのだな。私の仮説では、同じ眷属である赤き魔人の魔力に適合した体ならばどうにか反応に耐えることができる。こいつまさか。数年前に発見された灰色の魔人だよ。素晴らしいだろ。魔人の生態と系譜にはまだまだ謎が多い。こいつについて今判明していることがある。赤き魔人を超える上位種だということだ。もう少し研究の時間が欲しかったが仕方あるまい。何を。正気か。見たかったよ、お前と共にこの景色を。ヘンドリクスなのか。いや、あいつはもう人間をやめた。この辺に7体が現れたらしいな。確かめてみます。できてんな。忘れ物ですか。そろそろ出発するぞ。準備はいいかい。
メリオダス、このおぞましい魔力はまさかヘンドリクセン。あいつはさっき人間をやめた。メリオダス、メリオダス、お前はやはり危険な存在だ。闇をさえも飲み込む漆黒にその身を食われる。お前を救う者は誰もいない。いや、いる、このホーク様がな。ホーク、何やってんだ。お前が死んじまったらエリザベスちゃんまで死んじまいそうな勢いなんだからよ。ああ、こんなことなら腹いっぱい残飯食っとけよかったぜ。死ぬなよ、豚野郎ども。ホークちゃん、起きて、またいつものようにしゃべって。ダメよ、一人で勝手にさよならなんて。忌々しい魔力はまさか。厄介な。目覚めたか、ドルイドの巫女に流れる血が。女神の使徒よ。私はとても悲しい。ヘンドリクセン、あなたに何が起こったの。聖騎士たちを裏切り、多くの命を奪って、そうまでしてあなたがしたいことは何だったの。魔人族の復活。イニシエの大戦で我らを封印してくれた四種族への報復。そのためには女神の使徒であるお前の血がいるのだ。くそ、体の震えが止まらない。諦めんな。俺たち七つの大罪がいる限り。蹴りをつけるぞ。相手になるとでも。チャンス。ゾーリア。やってくれ。追いつけ、追いつけ。あっちだ。ベイ。同じ。この子を…エイク、どうだ。この…どれ、ハトン、ゾーリア、ハトン、ハトン、ハトン、エイク、一戦終わりだ。やった、エイク、どうだ。甘いな。覚悟はいいか。そっくりそのまま返して、リベンジカウンター。ヘリ、 ヘリ、 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 ヘリ、
やってくれた。 やってくれた。
店を辞めたら許さねえぞ。お前の代わりに誰が残飯片付けんだよ。戻ってこいよ。そしたら毎日の飯の量3倍にしてやるぜ。その言葉忘れんな。ホークちゃん、生きてるのか？うん、そうみたい。たく、無茶する豚野郎だぜ。メリオダス様もです。もういつも無茶ばかりするんだから。暗闇に囚われた二人の聖騎士長の野望はついえ、王国に希望の光と人々の笑顔が戻りました。こうして七つの大罪を探す私とメリオダス様の冒険は終わったのです。でも私は忘れません。辛かったことも楽しかったことも怖かったことも嬉しかったことも、すべてはみんなとの、メリオダス様との大切な思い出だから。そのくさびたる抱擁と、そのくさびたる口づけよ。かの女神の力宿す、光り輝く雫よ。魔の者たちの呪縛を解き放て。永劫の狭間より、王脚の彼方より、無限の眠りより、消えよ、無くなる呪い。あいつらが目覚めたのか。
だな、我が同胞よ。魔人族の封印が解けた前兆だ。ヘンドリクセンはまだ生きていた。大した問題じゃねえ。次回、魔人族直属の精鋭部隊だ。団長殿、まあそう渋い顔をする。アーサーには留守にすると伝えてきた。ゴアシー、マーレ、七つの大罪としてしばし同行したい。マーレ、戦力の向上に期待する。もちろん、期待を裏切る真似はしないぞ。準備はいい？ああ、準備がいいですか？ああ、わかるな、朝の出発すんぞ。話で聞いたのはここだよね。俺に任せな。俺をよ。私の力が必要なようだ。おいしい。準備は冒険の基本だからね。データを集めるとしよう。じゃあ出発しようか。どうや。俺に任せろ。私の力が必要。行くぞ。オレスキピーン。了解だ。マーリンのやる気とは珍しいな。新しいマジックアイテムを試したかったところで。よっよし、頑張ろう。いいよっよっよっあいつが。ターミネイトレイ。そのまま押し切れ。終わりか。耐えられる。
というやつだな。同性族の巨人族の少女の最近の騎士どもはどうやらバーニャだな。なかなか気になる噂だな。閉めてちょうだい。
リン、給仕の仕事手伝ってくれよ。さて、私は店員になった記憶はないが。準備はできてんな。忘れ物ですか。店では出発だ。なあマーリー、お前の力で目的地までドバッと行けねえか。すまんが今研究で手を離せなくて。準備はいいかい。心を読まれるのは嫌なことなの。自分の胸に手を当てて聞いてみたら。血の王に君を。相手にならないな。Yeah.
完全勝利。キュピーン。できた友達とここあのさ、ディアンヌ。ん？あの日、オイラは君に約束した。君の、けど、オイラはその約束を守ることができず、君を。キングは約束を破ってなんかいないよ。え？だって。魔人？こんなところにまで。ここはお前たち魔人には不似合いな場所だ。特別な思い出が宿るこの地をお前たちなんかに汚されてたまるか。遠慮なく暴れるぞ。それじゃあ始めようか。どうだ。しょうがない、相手してあげるよ。よし、おしまい。大丈夫だった？ディアンヌ、怪我はない？うん、平気だよ。キングが一緒に戦ってくれたから。そうか、よかった。キングってば、昔からそんな風に僕のこと本気で心配してくれたよね。当たり前じゃないか。だって、オイラは僕を好きでいてくれるから。そうさ、オイラはずっとディアンヌを思い続けていた。やっぱり僕との約束守っててくれたんだね。ありがとう、ハーレクイーン。ねえ、ディアンヌ、改めて約束してもいいかな？ん？オイラはこれからもずっとディアンヌのそばにいるよ。そしてもう二度と君に寂しい思いはさせない。そういえば
そういや、先祖北に住むよ。崖崩れで行商が止まってくる。よっしゃ。忘れ物でもしたか。